海ちゃん、スカちゃん、横須賀ちゃん、横須賀出身の赤いもんこと加山あかねです。今日は土曜日の札幌メインレース札幌2歳ステークスの予想をお届けいたします。まず本命に選んだのが摩天楼さんです。新馬戦を4馬身差となる 0.6 秒差の1分49秒3で優勝したイントミスチーフ3区の馬となります。デビュー戦は5番手からの競馬で徐々に位置取りを上げて最後は突き抜ける35秒2の上がり最速で優勝と完璧なレース内容を評価しました。今回相手はかなり強いメンバーが揃いましたがキングスコール回避で馬券圏内は外さないと判断して本命に選びました。続いて対抗に選んだのがアスクシュタインです。デビューから2戦2勝でコスモス賞を優勝したドゥラメンテ3区の馬となります。2戦とも逃げる競馬で押し切り勝ちをしており特に前走のコスモス賞では7馬身差での優勝と圧巻の逃げは今回も上位争いとなる可能性は高そうです。気になる点を挙げるとすれば前走からのレース間隔が少し短い点が気になりますがコンディション落ちさえしなければ頭争いできると判断して対抗に選びました。最後今回の激走に期待したい穴馬は湘南マクベスです。新馬戦では逃げ切り勝ちで優勝したリオンディーズ3区の馬となります。同競馬アスクシュタインとの兼ね合いが気になりますが控える競馬ができるもしくはアスクシュタインよりも早く花を奪うような競馬ができれば不気味な存在となりそうです。今回は3連複一等軸流しで摩天楼さんからアスクシュタイン、マジックサンズ、アルマベローチェ、湘南マクベス以上の4頭に流した6点と馬連でマジックサンズから同じ4頭に流した4点を追加した合計10点で的中を狙いたいと思います。以上、加山あかねでした。